きますか。はい、ちょんちょろりんさんからタイガさん、はじめまして、マリさんこんにちは。初めまして。テーマのレイキープで、私は5人姉妹で、はい、若草物語だね昔からレイキープレイで遊ぶことがよくありました。憧れるわけ、この姉妹が多いって。あ、私の一押しの遊びは追跡ビニールと協力若元ごっこです。両方知らない遊びが出てきた ね追跡ビニールは台風の日に買い物袋のビニールを飛ばして追いかけて、姉妹間でトランシーバーを持ってその状況を連絡し合うという内容ごめん、わからない。遊びのその追跡ビニールの山場もわからない。最初に追跡ビニールって言った時に、普通なんか遊びって大体泥系とか泥棒系かとか、この名前からイメージできるものが多かったさ、缶切りとか。全然イメージできないと思ったら、ちょ、まんまではあるよね。まんまではある。もう一個のやつはトランシーバーで連絡し合うっていうね。上ばっかり見ながら走って追いかけるので、電柱や停車中の車にぶつかったりします。かっこ笑い、かっこ笑い。あと一つの協力若元ごっこね、これはもうわからん気になるよね。それは倉庫に立てかけてある古いベッドのマットレスの上に乗って、倒れそうになったら、わかあ、わかった、なんかわかった、古いベッドのマットレスの上に乗って、それが倒れそうになったら、若元と助けを呼ぶと、若元役の人がマットレスを支えて上の人を助けるって言ったんです。あの頃の連携プレイは今でも姉妹間で生かされてる気がします。家に来客があったりすると接待とか上手ですよって。おかしい、若元これなんか沖縄だよ。なんで若元にしたんだろう。協力若元ごっこ。だってマリがちっちゃい時あんまり内地の名字とかって知らなかったよね。確かに確かに。これ面白いね。追跡ビニール。鬼ごっことかやり尽くした後の遊びなのかな。こういう風に発展していくってことなのかな。すごくないですか。協力ビニール追跡、あ、ビニール追跡ごっこもそうですけど、追跡ビニールと協力若元ごっこ、だって別になんかね、スルーしましたけど、ビニール追っかけることがインパクト強すぎて、トランシーバー持ってることも結構結構普通じゃないですからね。しかもさ、台風の日は外に出たらダメってならなかったのまず大前提としてね。そうそう、うん、学校も休みだし追跡ビニールやるよってなるのね。